はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安子でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンのチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もちょっとこれですね。よし、はい、ということでね、第2弾、健康にいいことをやってみたらこんな結果になりました、まあ、というお話なんですけども、そもそも皆さんは第1弾があったのかと、ね、思われているようですけども、まあ、過去にこの動画で僕はその笑顔の表情筋を鍛える的な動画を確かアップしたことがありましてですね、まあその結果、顎の付け根の耳の下にある耳下腺というね、あの唾液腺がこうパンパンに腫れ上がったという動画をまあ覚えてらっしゃいますかね。でもそれ以来、そのトレーニングはしてないんですけども、まあ、今回は第2弾ということでね、別メニューです。まあ毎朝子供とのね、登校に一緒に、学校の登校にね、一緒に歩いて行ってるんですが、まあ、ただ歩いてるだけではどうなんかなと思ったんですよ。まあ、学校までの道のりは、まあ、子供のペースでいうところの歩くこと10分15分程度ですわ。まあ、往復でも2、30分な感じなんです。まあそのね、ただ歩いてるだけということをね、まあ、隙間時間と考えたらですね、歩くときにですね、地に足をつけて歩くということを意識して、足の指でこう地面をこうキュッてこう掴むようにね、歩いてみました。まあ学校に到着して子供に行ってらっしゃいを言ってね、まあさあ帰ろうと思って、またその調子で地面をこう掴むようにこう歩き始めたらですね、両足首がつりましてね、まあすねの筋肉もつりまして、道端というか学校の校門の前でですね、のたうち転げ回ることもできないので、まあ、電信柱にこう手をついて10分ぐらい足首をぐるぐる回して、まあ、アキレス腱をこう伸ばしながらみたいな感じをしてるふりをして、まあ、しれっと何食わぬ顔をしてました。表情はね、このマスクとね、メガネとキャップなんで、まあ、スウェットのこのフードをかぶってるので、まあ、痛がってるダサい顔は絶対にバレませんけども、まあ、まだまだね、登校してくるその子供さんたちもいてるし、車で送り迎えしてるお母さんたちもいてはるからね、まあ、そんな人らに、まあ、一人のおっさんが道路で乗ったうち転げ回ってる姿なんて見せれないですからね、まあ、必死で演技して足の釣りが治ってからゆっくり帰ることにしました。いや、まだあかんですね。こう健康にいいことをやってみたらね、こんな結果になるんですね。まあ、今後は、こんな結果にならんであろう、第3弾を見つけてやってみます。まあ、そうね、こんな感じでね、このように感じれるようになったのもですね、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらってるおかげで、行かせてもらってるからだと思ってます。もう一度与えてもらった命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。